なんだよ、なんか文句あんのか。お、銃屋さんが見えていないのか。そんなに小さくはないぞ。とんだ二度手間だった。うわあ、ダツ、バカか、お前は。てめえ、くえ、そんなもん、不衛生だろ。手洗い大事、溜め込む前に直接言え。待ちに待ったプリンだ。子犬の里親か。俺も飼うことができりゃ9匹は引き取るんだけどな。あの1匹はちょっとね。この帽子はいいな。こんなかっこいいデザイン見たことね。買うぜ。周りの称賛が目に浮かぶようだ。もし俺の前にも捨て犬が現れたら見なかった。俺は何も見なかったぜ。ま、あれだ、積極的に飼う気持ちはないが、目の前に震える子犬がいたら一生大事にして。めえと話すほど無駄なことはねえな。じゃね、なんだよ、俺がこんな本読んだの悪いかい。だからなんか言えよ。結構根性ありやがるじゃねえか。本当か。嘘だよ。 Oh, darkness, my old friend. 別に好きじゃねえし。偶然毎週欠かさず見て、録画もして繰り返して何度も見てるだけで悔しくてつい。ちょっとと、おら動け、おら、やめて、よけ。主役、俺が立つ場所は俺自身が決める。そう、俺が俺である。